はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アーノルドさすがです。さあ、今回はですね、ダブル刀でいきたいと思います。フューリーエッジ、そしてスレッジブレード、アーマー壊せる剣と、罠を弾き返せる剣ね。で、バリアと手榴弾、これで果たしてクリアできるのかというね。これがフューリーエッジ。早いね。だからフューリーエッジはもうね、もうバリアとして使う。道はこっちかな。OK。で、よし、OK。よし。二刀流だと早いな、キル。アーマーをこれで壊した瞬間に。ちょっと待って。こんなんできんの？ 右で振った瞬間。ちょっと待って、今ちょっと練習してたのに。急にホログラムの罠に反応しちゃった。これ、片方振った後、もう片方振れるんじゃなくて、もう同時に振れるわ。ほら。これ二刀流はそういう使い方なんですね。さっきのムキムキ君どっから来たんだ？ここホログラムの罠。いやー、ダメだ。ちょっとバリア持ってる時の動きみたいにしちゃってる。まずい。これはマジで、後ろの罠に気づけなかったらもうおしまいなんだ。来たか。なんか今、ムキムキニキの声したような気がしたけど。これ？この死体かい？だからもう壊す、発動し終わった罠を壊しに行かなくていいな。それを壊しに行ってる間にもし別の罠が起動したら死ぬからね。トゥッ！でー！シェア！OK？ 死ぬ！危ね！おやすみ。これは OK。 防衛の逆効果。なんかいるけど。シュン！シュンシュン！二刀流！避けて。OK、逆効果。見た、今の。アーマー付き一瞬で倒したよ。これ強っ。ここ。一発目でアーマーを砕き、そして肉を割く。いや、これできんの多分、あんま知らない人多いんじゃないかな。よいしょ。OK。もうないかい、罠は。OK。広いな。意外と広い。来た。今回一応手榴弾持ってきました。電流ドライブはちょっとお預け。よいしょ。だからちょっと慎重に。死のピストンだけはちょっとこの言ってるそばから。はい。よしよしよし。死のピストンだけはちょっとどうしようもできないので。
血のピストンまみれだった時がやばいんだよ。血のピストンと焼却炉だらけの時、そういう時は危ねっ。バリアも使ってね、うまいこといかないといけないんだけど。よし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 、オッケー。なんでここなんか爆弾兵隊でも死んだのか。オッケー。あれを壊しに行った時になんかどっかの別の罠が起動したら嫌だから知れたんでやろう。焼却炉だけが怖いね。本来の このゲームの本来の動きって多分これだけどね今までがバスバス行き過ぎた。いやこれ上が怖い。上に多分まだあるしこれ。あ、オッケーオッケー、危なかった危なかった。こんなダブルで刀持ってるなんか超強気な感じして動くムーブはめちゃめちゃ慎重っていう。ルート案内君ここで死んじまったか。プレイヤーの方に飛んでくる狩人がついてた時が怖いからね。一応振る。さあ、オッケー。落ち着いて。ですよね。罠の近くには罠。で。よし、オッケー。最後まで油断ならなかったな。オッケー脱出。いやなんとかなったね。危なかった。ただこの二刀流ができるってのはすごいあれだね、いい情報を得たねこれはね。強いかって言われたらちょっとなんですけど。よし行こう。シュンシュシュンシュシュン。あ、誰も見てない。誰も見てないけどこれルート案内必要だったやつ。オッケー。ちょっと敵多くないか。ビュンビュン。え、なんで。シュンシュン。これでも二刀流でピストン壊せるなさあ来い。え、爆発するんかい。これでピストン2個壊せるぞ。これもしかしてピストンの壁はもうこれで壊しまくってくってことか。よいしょ。 OK。もう早すぎてさ、今のもうこれ 2発食らわしたの多分気づいてないぞ、やられた方。 OK。 戦闘漫画のよくあるセリフの一つ。早い、2発入れていたんだ。ちょっとそこにいいのか。こっち来てくれる。ここ
ほしい。こっち来てほしいです。切るんで。その場でひたすらピンピンやってるんでやってほしい。オッケー。さあここは、ここはどうする？道はあっちだよな、多分そこホログラムな気がするな。焼却炉壊れたね。よし、いやこれはバリアでいくか。あぶねっ。なんとかなった、なんとかなった。ムキムキくんが下に控えてる。でここだよね。よし、あぶねえ、あぶ、いやーちょっと不用意だったな今。危なかった。慎重に行こう、慎重に。 OK、 慎重慎重、週刊慎重。すごいつまんないこと言った、やば、やば、俺ずっとやばいですよ。何だ、オッケー。この音がね、ウォーモンガーの声に聞こえんのよ。ゴー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 って。オッケー、とりあえず、許せない。許せないんですが。ビュンビュン。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。よし、間に合わねえか。ビュンビュン、うわ間に合わない。ビュンビュン、よいしょ。君たちを相手にしている暇はない。よいしょ。 OK、 よし、 OK、 OK、よし、あたしゃ出るよ、たまちゃん、あたしゃ出るよ。オッケー、脱出。二刀流でもやっぱりこのムーブが強い。ということで今回はダブル刀構成でいきましたが、これもう、イカれてますね。イカれてるけど、緊張感もあるし、爽快感もある。ちょっとね、やばい人は使ってみてください。二刀流は気持ちいいよ。ではまた。